すべてのゴジラファンに告ぐ。シリーズ50年の集大成。最後のゴジラ。究極のコレクターズ DVD ボックスがついに登場。ゴジラファイナルボックス。シリーズ全27作品にも及ぶゴジラ激闘の50年。私は確かにジュラ紀の政府。日本が世界に誇る不滅の大怪獣、特撮史上に残る永遠の名作ゴジラ。暴流アンギラス登場。未来怪獣の闘争に大阪は壊滅する。ゴジラの逆襲。ゴジラが勝つか、コングが勝つか、日米二大怪獣激突、世紀の大決戦、キングコング対ゴジラ。インファント島から飛来したモスラとゴジラの死闘。モスラ対ゴジラ。東方特撮史上最強宇宙怪獣キングギドラ登場。三大怪獣ゴジラ、ラドン、モスラと壮絶バトル。三大怪獣地球最大の決戦。地球を狙う謎の X 星人。この戦いをやめさせる方法はないのか、もし知ってるなら教えてくれ。宇宙を揺るがすゴジラ、ラドン、キングギドラの大激闘。攻撃は成功です。怪獣大戦争。海の凶悪怪獣レビラ登場。南海のことを舞台にした三大怪獣の壮絶バトル。ゴジラ、レビラ、モスラ、南海の大決闘。ゴジラ親子とカマキラス、クモンガが南海の孤島で大決闘。怪獣島の決戦。ゴジラの息子。謎の異星人キラークの登場に東方11大怪獣勢ぞろい。これぞ究極の怪獣映画、怪獣総進撃。怪獣ガバラ登場にゴジラ親子大ピンチ。メルヘンタッチで描く異色作ゴジラ、ミニラ、ガバラ、オール怪獣大進撃。公害怪獣ヘドラ誕生。地球の危機にゴジラ出現。二大怪獣ついに激突。ゴジラ対ヘドラ。宇宙怪獣ガイガン、キングギドラ出現。ゴジラ、アンギラス、比類なき攻防戦。地球攻撃命令、ゴジラ対ガイガン。海底王国守護神メガネ、
宇宙怪獣ガイガンにゴジラとジェットジャガーが迎え撃つ、ゴジラ対メガロ。対ゴジラ超侵略兵器メカゴジラ初登場、ゴジラ対メカゴジラ。一度はゴジラにめちゃめちゃにされたメカゴジラを海底から引き上げて改造したメカゴジラ第2号です。脅威再び、メカゴジラ復活。ゴジラ最大の危機、メカゴジラの逆襲。全世界注目の中、史上最強の怪獣王が蘇る、ゴジラ。勝った方が人類最大の敵になる。ゴジラ細胞から生まれたバイオ怪獣ビオランテ登場。ゴジラ対ビオランテ。ゴジラ、キングギドラ、宿命の対決。行くわよ。ゴジラ対キングギドラ。バトラは破壊本能を含むバトルモス。地球生命体を脅かすものを徹底的に攻撃、破壊します。ゴジラ、モスラ、バトラ。極彩色の大決戦、ゴジラ対モスラ。世紀末覇王誕生、ゴジラ、ラドン、メカゴジラ壮絶バトル。ゴジラ対メカゴジラ。地球に危険が迫っています。凶暴な宇宙怪獣が地球に向かっているのです。破壊神降臨。 G 細胞が進化した究極の凶悪戦闘獣が誕生。ゴジラ対スペースゴジラ。ゴジラシス。平成 VS ゴジラシリーズついに完結。ゴジラ対デストロイヤー。超破壊神ゴジラ対宇宙怪獣オルガ。ミレニアム覇者をかけた戦いが今始まる。ゴジラ2000ミレニアム。地球最大のデスバトル、人類の英知を結した史上最大の作戦が今始まる。ゴジラ対メガギラス G 消滅作戦。最強最大のゴジラ日本上陸。その時天海地の神が立ち上がった。ゴジラ、モスラ、キングギドラ大怪獣総攻撃。キリュウ、メカゴジラが起動する。ゴジラ対メカゴジラ。モスラが命を懸けて戦います。モスラ。人間がゴジラの骨から戦いの道具を作ったのは大きな過ちです。因縁の対決はついにクライマックス。ゴジラ、モスラ、メカゴジラ東京 SOS。
さらに初 DVD 化となる貴重なゴジラ映像ばかりをコレクションした3枚組映像特典ディスク、ゴジラスペシャルアーカイブスが付属。これら27作品の本編ディスクと映像特典ディスクをオリジナルデジパックとピクチャーレベル仕様でゴジラの肌をイメージした堅牢なカートンボックスに完全収納。そして今後リリースされる最新作ゴジラファイナルウォーズのジャケットも統一デザインのデジパックで先行付属。本作を収納すればコレクションはコンプリート。そしてこれらゴジラの全てを収納するビッグな特典が話題のゴジラヘッドだ。ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃で怪獣の造形を担当した品田冬樹氏の手により全てのゴジラファンに強烈な印象を焼き付けた初代ゴジラの頭部着ぐるみサイズでリアルに完全再現。彩色済みソフトビニール製ヘッドに DVD ボックスを丸ごと収納できる台座がついた、ここでしか手に入らない豪華版特製収納ケースだ。さらに50年以上にわたりゴジラ映画を彩ってきた劇場版の各種ポスター潜在物などを中心に貴重な図版とデータで構成したファン必携のピクトリアルブックレットが付属。激闘の50年を完全収録、東宝が送る最初で最後の完全版 DVD ボックス、ついに登場。完全予約限定生産ゴジラファイナルボックス第1次予約締め切り2004年11月3日、最終予約締め切り2005年1月11日、2005年4月22日発売。最後のゴジラ。